家長豊吉から1936年12月29日は、熊本バンドのメンバーである。別名、辻豊吉家永猿之助、梅の子として、筑後柳川に生まれる。熊本洋学校に入学する。熊本洋学校にいた頃は、辻豊吉と名乗る。1876年の LLJN ズより洗礼を受ける。その後、同志社営学校に入学する。 大久保新次郎や徳富一郎とは親しかった。しかし、1880年頃、同志社を中退し、東京に移動する。何度か、友人、徳富祖宝が編集していた、国民の友に投稿している。1884年に、オベリン大学に入学し、特待生になり、1886年に卒業する。さらに、ジョンズ・ホプキンス大学に進み、 1890年に哲学博士号を取得して帰国した。1890年より東京専門学校の講師になり政治学部の改革に尽力。1892年、長井英子と結婚したが数年で離婚。1893年に慶応義塾の教授、10月に東京高等商業学校の教授になり、1897年英子力を 代われ外務省に入省する。その後、渡米して、コロンビア大学で、日本に関する講義を担当する。しかし、アメリカ滞在中、ニューヨーク州、鬼こに張った氷の亀裂に落ちて溺死した。ありがとうございます。